ザ・ウォーク・メンはアメリカのインディーロックバンド。ニューヨークとフィラデルフィアを拠点に活動している5人組。オルガンをフィーチャーしたアンニュイなインディーロックサウンドを特徴とする。ライブで演奏するバンド2000年、解散したジョナサン・ファイヤー、イーター、ザ・リ・コイスの2つのバンドのメンバーが集まり、ザ・ウォーク・メンが結成される。2002年、 ファーストアルバム、エブリワンフープリテンディドツーライクメイズゴーンをストルタイムインターナショナルからリリース。批評家から評価され、ニューヨークシーンの若手として注目を浴びた。2004年、セカンドアルバム、ボーズ・アローズをレコードコレクションからリリース。多くの批評家から高く評価され年間ベストアルバムの一つとして挙げられた。特にアルバムからのシングル、 ザラットの評価が高く、音楽メディアが発表した2000年代のベストソングリストで NME で13位、ピッチフォークで20位となり、バンドの代表曲となった。2006年、サードアルバム A Hundred Miles、Off、をレコードコレクションからリリース。同年、カバーアルバム PUSHY CATS s t a r グ i n g THE WALK MAN もリリースしている。2008年、ホースアルバム u Me を Gigantic からリリース。2010年、5 t h アルバムリスボンを Fat p パ s s ム m からリリース。ポルトガルのリスボンへの旅にインスパイアされ制作されたアルバムで、プロデューサーにクリス・ゼインとジョン・コングレトンの二人を迎え、2年間の制作期間を経て完成した。2012年、6 t h アルバムヘブンを Fat p パ s s ム m からリリース。このアルバムのツアーの後、 バンドは活動を休止したスタジオアルバムカバーアルバム公式サイトありがとうございます。